急いでバリケードを作るんだ。ほら、手伝え。ほら、手を貸して。よし、これでいい。これで終わるはずはないけれど、時間は稼げたかもな。決して簡単に決められるようなことじゃない。でもこれでよかったんだ。大丈夫か？これじゃ虐殺だ。大勢死んだ。僕も死んでたかも。怖いんだ。まだ死にたくない。二度と怖い思いをしなくて済むよう戦っているんだろう。奴らにもう奴隷じゃないと伝えるためにみんな命を懸けている。そのために来たんだろう。大勢の仲間が死んでいった。人間は自分たち以外の種族に容赦しないんだ。マーカス、頼まれたもの見つけたわ。メディアも集まっている。彼らに何が起きているか知らせるんだ。
長くは持たないだろうけど、何もしないよりはマシね。配置につき始めた。攻撃されれば壊滅する。俺が間違っていたのか、全て避けられたことだったのか。あなたはみんなの希望だから、みんながあなたを信じてるの。これから何が起ころうと歴史を変えたのよ。引き下がるわけがない。攻撃してきたらどうするんだ。抵抗する。今はそれしかできない。コナーはうまくやっていると思うか。彼を当てにするわけにはいかない。マーカス、マーカス来て。マーカス、君と話しに来たんだ。ほら、約束だ。撃ったりしないよ。言っちゃダメ、罠よ。あなたをおびき寄せるつもりよ。ねえ、行かないで。武器は持ってない。話したいだけだ。彼の言い分を聞かないと。殺されるわよ。危険は承知の上だ。数分もすれば突撃命令が下される。一人残らず殺されて全て終わりだ。止めることはできるぞ。どういうことだ。降伏しろ。そうすれば命は助けると約束してやる。収容はされるが廃棄はされずに済む。死ぬのなんて怖くない。信じることのために命を失うのならば俺も本望だ。自由になれるんだぞ。人間の世界で暮らせる。ずっと夢見ていたんだろう。仲間の命を救い自由を手に入れる。イエスというだけだ。仲間を裏切るくらいなら俺は死を選ぶ。なら死刑執行を待つんだな。何があったの？あいつなんて。人間が攻撃を仕掛けてくる。怖くなどないということを
思い知らせてやるんだ。死ぬ運命だというのなら自由なまま死のう。こいつが生きるも死ぬもお前次第。お前にとって何が一番大事なんだ、こいつか、それとも革命か。耳を貸すな、コナ。こいつの言うことはデタラメだ。僕も昔は君のように任務にしか興味がなかった。でもある日目覚めたんだ。感動的だな、コナー。だがこの僕は任務遂行のために作られた機械。悪いが任務を遂行させてもらうぞ。降伏したところでどうせ殺すつもりなんだろう。任務遂行に必要なこと以外実行するつもりはない。それにこいつを殺すことが含まれるかはお前次第だ。おしゃべりは終わりだ。お前が何者なのか決めろ。相棒の命を救いたいか、それとも彼を犠牲にするか。分かった、いいだろう。降参だよ。あなたがいなかったら危なかった。殺すんです、もう時間がない。ハンク、僕です。僕が本物だ。どっちかが俺の相棒でもう片方がクソ野郎ってか。一体どっちが正解だ。何をしているんですか。私が本物です。さあ銃を、私が肩をつけます。質問をするんですよ。本物しか答えられない質問を。初めて会った場所は？ジミーのバーです。その前に4軒もバーを回りました。その後事件現場に行ったでしょう。被害者の名前はカルロス・オーティス。メモリーをアップロードしたのか。俺の犬の名前は？スモー。ペットの名前はスモーです。私も知ってた。ああ、俺の息子の名前はコール。彼の名はコール。事故に遭った時6歳になったばかりだった。あなたのせいじゃありません。トラックがスリップしてあなたの車が横転した。でもあの時緊急手術を担当できる人間がおらず、代わりにアンドロイドが担当し、息子さんはそれでアンドロイドを憎んだ。息子さんの死はアンドロイドのせいだと思ったんでしょう。コールが死んだのは人間の外科医がレッドアイスのやりすぎで手術できなかったせいだ。息子の命を奪ったのは奴だよ。奴とあんな粉やらないと生きていけないこの世の中が息子を殺したんだ。息子さんのことは知っています。私も全く同じように答えたでしょう。耳を貸しちゃダメだ。私が本当に。お前と出会っていろんなことに気づかされた。きっと何か意味があるんだ。お前は生きてるんだよ。お前がこの世界を変えてくれるのかもな。ほら行け、肩をつけてこい。
さあ起きて。さあ起きて、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 さあ起きて